よろしくお願いします。お越しくださいました。ありがとうございます。はい、えー、カサンドラケインの声を担当させていただきました、花澤香菜と申します。よろしくお願いいたします。今回アメコミ作品での声優初めてそうなんです、ね。念願というか、やっぱこうアメコミ作品、普通にあのお客さんとして楽しんでいたので、こうやって関わることができるの、すごい嬉しいです。 やっぱりオファーが来た時は、はい、嬉しかった。そうですね嬉しかったですね。その声があまりこうかっこよくないので、<ー>なんかこうなんでしょう、外画でこうかっこよくこう暴れ回る役とか <laughs> なんかそういうイメージがこうやっぱ目込みにはあるので、ね、はいなんかあの私でも関われるんだと思ってすごく嬉しかったですね。はあ、ありがとうございます。はい ようこそお越しくださいました。はい,い、黒い,い、可愛い,い。めちゃくちゃ可愛い,いです。<laughs> はい、やはい、ゆきぱやです。えっと、ハーレークイーンを見て、もう脳内がハーレークイーンになってしまって。もう、本物の格好をしたいと思って、ここまで本格的に。コスプレさせていただきました。ええ、可愛い。可、え、愛、ー、い,い。かわい,い, <laughs> いや、本当にもう、そのままですよ。今もバッグに、あり、うん、あの、ありますけど。うん、もう、そのまま。 そう、ね、めっちゃ本格的にやらせていただいてめちゃめちゃ可愛いんですよ。着心地はいかがですか？着心地も最高です。うん、もう超馴染んでます。原田さん同じ女性から、はい、ご覧になって、いやこの格好,格好が似合うってすごいですよね。うん、めちゃくちゃ可愛い。もう普段のギャルメイク一旦やめてしばらくこっちで行こうかな。本気で思っちゃってます。うんうん、ちめちゃくちゃ似合う。あのプライベートでも DC、はい。 大好きってお聞きしましたけど。はい、もう本当にハーレイクイーンが大好きで。うん、はい、マジで好きなんですよ。一番好きなキャラクターです。そうなんです。はい、じゃあ、スーサイドスクワットもご覧くださってもちろん、スーサイドスクワットも見ましたけど。うん、もう、これだけでも楽しめるし。はい、本当に、む、昔からずっと前から。スーサイド、ス、スーサイドスクワットが出た時から、ハーレイクイーンが本当に大好きで。はい。そうだった、ね。もう。ん、何年前と、何年前かのハロあのハロウィンから。何年連続でも、ハーレイクイーンのコスプレを。 プライベートでもやらせていただいてる。ね、はい。じゃあもう今日はこのイベントぴったり本当に超嬉しかったですだからこのイベントに出れるってことが決まった時でも,もうワクワクしましたしもうなんだろうスーサイドスクワットハーレークイーンあのこのハーレークイーンのコスプレをマジで何回も本格的にやってよかったなって 本気で思いましたやっぱりあのハーレークイーンが失恋してショートカットにチェンジしたところもすごい可愛いんですけどやっぱり衣装が新しくなって前回はこう半分で青と赤で分かれてたじゃないですか、うん、でも今回はこ,うこのねギラギラこの腕のギラギラがすっごい可愛いなって思ってます。いやーもうハーレークイーンなら 何しててもいいいなってぐらい本当にめちゃくちゃなことするんですけどなんか可愛くって許しちゃうんですよねであの絶対に死にそうもないっていうのが分かる感じがすごいなんか見てて安心するしあのすごく痛快でしたね。はい 確かにその安心感ありますよね。うん、あります。どんだけ危険な身になっても、はい、まさかの展開で助かるっていう,、はい、う絶対にラッキーで助かったり <laughs> 自分でなんとかしちゃったりいろいろするんですけど。いやもう本当にずっとこうエロ可愛くてセクシーでっていうハーレークイーンがずっと好きだったんですけど今回はエロ可愛いとかよりもなんだろうキュートが前回よりも全然キュートが勝っていてなんだろうすごい親近感のある 新規かあっちは良くないか悪いから。<laughs> <laughs> でもそう、すっごい本当に可愛いなが止まらなかったです。もう見てて、悪いことしてて、絶対そんなことしたら怒られるし、捕まるし、よくないよって怒られることでも。もう、可愛いでしかなかった。もう可愛いが止まらなかったですね。はい、じゃあ、ジョーカーと別れてよかった。ですか。<laughs> ジョーカーと別れたからこそのハーレークイーを見れたから。別れて良かったのかもしれないけど。 ずっと続いてるバージョンのハーレイも気になるなとは思いましたでも,でもた自立できてるからうんすごいかっ,こよかったいやーなんかどんな崩れた表情しても絶対綺麗なんですよそれすごいなと思いながら見てましたねで,でもなんかこう予測不能なこう動きだったり表情だったりするのでなんかこれどういう風に役作りしてんだろうってすごい気になりました。ハーレーの 世界観がもう全全開でです。す、ハーレーワーレワルドです完全に。見てるだけなんだけどもう完全に入り込んでしまうっていうか、うん、本当に自分がハーレーになったんじゃないかっていうぐらいすごい世界観にこう飲み込まれます、うん、あのシーンですごいなんかパンが美味しそうになるシーンがあるんですけどもう本当に美味しそうで。<laughs> そうもう自分までお腹いっぱいで見てたはずなのにお腹が空いて空いてしょうがなかったですすすごい飲み込まれまれそこまで感情移入してくださったんです、ね、本当に移入します、感情がありがとうございますちょっとね、ネタバレが気になるところではありますが、うん、ちょっと刑務所で暴れ回るシーンがあるんですけど、うん、あそこのもうなぎ倒し方が <laughs> あの尋常じゃなくすごくてあそこ、すごい印象に残ってますね、うん、あそこね。 またなんか美しいんですよね。そうなんですよ。華麗なるとはこのことだって <laughs> 思いました。ゆきあの車から車に乗り移って相手の頭をクラクションにブーブーってやるシーンがあるんですけどもうそれが頭がおかしいのに可愛くてしょうがなくってもうどうしようこの感情ってなりました。もうおかしいんですよ絶対。 あの相手の頭をクラクションにこう叩きつけてプープーってやってるのなんてサイコパツすぎて頭おかしいのにニコニコ笑いながら楽しそうにやるからもう本当に可愛いなこの子って思いました <laughs> <laughs> なんかこう極悪なんですけど、うん、ちょっと面白かったりするんですよねだからそこがなんか憎めなくって、うん、だからすごいいい対決だなって思いました、ね、憎めない者同士の戦いっていうか。うんうん ちょっとお茶目なところありますもんねいやなかなかないじゃないですか大体、だいたい悪対正義とかで決まってるのに悪対悪だからどっちを応援していいのかもわからないし、うん、むしろ応援していいのかって感じだったんですよね、うん、だから本当に不思議な感覚でした、うん、でも、うん、本当におっしゃる通り憎めない、うん、マジで憎めないでしかないです。<え> <laughs> いや結構掴むまでがすごく難しかったですあの等身大の,そのあの世代の女の子をやろうとすると全然違うんですよね。もういつもなんかふてくされたような顔をしていて何<う>で,でしょうあのすごく肝が据わっていてで割と大人と話す時もすごい同等にしゃべる感じの,あの結構独特な女の子でなので。あの うん、そうですね中学生とかよりはもうちょっと上のあのを演じる感じでやらせていたただきましたね確かに精神年齢はかなり上な印象です、ね、そうですねで結構、家庭環境も複雑だったりしていろいろ悪いこともしてきたんですよね。でそれで結構だろうあの、自分1人で生きていくぞっていうなんかそういう覚悟みたいなものがあの決まっている気がしていてでそこでハーレーと。 出会ってあ、ここにこんなに素敵に爽快に生きてる人がいると、うん、なのでなんかちょっと憧れみたいのもあったのかなと思いながらやらせていたただきまし最初、こう映画見る前はポスターで見てたんですけど、うん、まさか子供だと思ってなくって <laughs> ずっとおばさんだと思ってたんですけど <laughs> 出てきたら子供でえこの子子供だったのって思うぐらいすごいあ、うん、あのあれ肝っていうかこの貫禄があるっていうか。そうそうなんです,そうすごいんですけど、うん たまーに出てくる子供っぽさがああやっぱり子供なんだなーって思ったりとか素直なんですよね大人ぶってるんですけどどうしたらあなたみたいになれるのって聞いたりとかでそうすごいあやっぱり子供なんだなと思える面があって、うん可愛か,かったです。 でも、そそののあたりこう演じるっって難しくなかかででですかあそうですうね。でもやっぱり本当に端々、あのー、にあの表情でもなんかこうふと子供っぽくなったりするところがあってなんかそこは私自身も素直に出すように心がけてはいましたねあと結構リアクションが多くて、はい、でそこがさっき言ったみたいにちょっとおばちゃんっぽいリアクションをするんですよねそこが可愛くってああな,なんて可愛いんだろうと思いながら。 やってましたけ結構2人で何でしょうスーパーに買い物に行ったりとか、うん、あのテレビを見たりとか、うん、なんかあ姉妹かもって思う瞬間があったりしてそういう仲良しなところもあれば割と何でしょうやっぱりその、まあ、予測ができない行動をするあのハーレイとあの、まあ、カサンドラも割となん自立しているのでなんかこうあの。 やっぱ違う人だったんだなっていうあの擦れ違いが起こったりもするんですよね。なのでちょっとこうハラハラしながら二人のことは見てましたね。いあの最後のシーンの二人で車に乗ってピーってあの去っていくシーンがあるんですけど、そこが結局やっぱりやっぱりお前らは悪いなっていうのがあって、うん <laughs> 最終的にこう仲間でこうみんなでこれからも仲良くやっていこうぜで終わるのかと思ったらやっぱり。 悪い,やつは悪いやつだったって終わるシーンが好好ききでしたたね <laughs> 逆もも、はい、あえてだった、はい、う,もう本当に <laughs> あの一緒に見させていただいて <laughs> も可いいが止まらなくてずっと可愛い,いって叫んじゃってましたあ <laughs>、ね、の中でブルースを、ね、見たりした時の、ね、ブルースの可愛さもハイエナなんですけどねそう,なんですよそうハイエナだから人間を襲うはずなのに <laughs> ハーレイのことだけは絶対襲わないんですよねでも食べてるものが人間だったりとか,なんかちょっとやばかったりするんですよね。<laughs> はい <laughs> <laughs> それとねまたその3人のシーンなどもねあとビーバーの人形めちゃめちゃ可愛くって、うん、あのハーレーの部屋が出てくるじゃないですか、うん、映像の中で、うん、もうハーレーの部屋みたいにしたくなっちゃって、うん、見終わった後すぐにハーレーの部屋調べて<ー>もう模様替えしようと思ってます今。 すごい。はい。どのあたり真似できそうですかね。えとりあえずでもビーバーの白製置いたりとかはちょっと難しいから。ね、あんまり良くないじゃないですか。やっぱ動物を白製にするのは。ね、確かに。うん、だから、そこら辺ちょっと。どうしたらいいかなと思って、今一生懸命研究してます。はそうです。あのカウチがね、あって、こうテレビ見れる感じの。ね、あの古い。古い、あのテレビなんですよね。そう。おしゃれだし。メイクも可愛いし、ファッションも。 かわい,いしすべてが参考になるっていうか見ていてあのプラスになることしかないなと思いましたメンタル面も見た目も全部。 うん、確かにちょっとなんかこうビタミン剤的なものものある元気になれるね本当にねマネできないけどめちゃくちゃ可愛いなと思いますもうそれこそハロウィンでねいで絶対流行します、うん、今年のハロウィン絶対これだよあそうですかね <laughs>、うん、そうです<ー>やっぱりこれみんな渋谷行くともう結構、うん、みんなこうなってそ<ん> <laughs> <laughs> うなってでもねやっぱその髪切るっていうのも。 これやっぱうんありですかねあれはねちょっと共感しちゃったしちゃった失恋して髪バッサリ切るのはちょっと雪もやっちゃうタイプだからやっちゃいますやっちゃいますねやっぱり振られたらとりあえず髪切るのはやっちゃう切った後やっぱ気持ちは変わるますいや変わらないです変わらない何も変わらないですでもやっぱ切ると何かが変わる気もする何かがそうなんか 吹っ切れる気がするんですよねだからハーレンの気持ちそこは分かりましたまやっぱりどこの世界でも、うん、そこは女の子共通なんだなって <laughs> 世界共通なんだな世界共通だなって思いました原沢さん的にはいかがですか、はい、そうですねあのわかりますこうリフレッシュしたい時はなんかあの失恋とかじゃなくてもなんかちょっとあの昨日すごい失敗したなとかなんかそういう時は髪型変えるとやっぱいいですよねですね。はい、うん。うん なんかリフレッシュしたてですか。<laughs> リフレッシュ、あ、これ、これ伸びてますね。伸びてます。もうちょっと短かったんですけど。失敗ない感じらし今のところは。は、ね、今のところ大丈夫です、ね。良 <laughs> かったはい。<laughs> ありがとうございます。そうですね、んなんかこう種類の違う、なんか強い人たちが集まって。<laughs> 面白かったです、ね。超楽しかった。普通の人間が悪い方向に進んでいくっていうのも楽しかったです。確かに。はい、なんか、ユキイツィンがハーレーになれる可能性があるのかなって。 で希望を持てました <laughs> ハーレーに誘われちゃったら行っちゃうかなみたいなえ絶対すぐ行っちゃううんね、世界征服しようぜって言われたらしに行くと思うハーに行っちゃいますかハーレーと一緒に <laughs> ハーレーと一緒に <laughs> <laughs> なんかあの割とそのえっとハーレークイーンのアクションもすごく面白いんですけどみんなで戦うとこがやっぱ あのこれどう、どういうカメラワークになってんだろうみたいなすすごいんですよあちこちであのすんごい戦い方してるのでなんかそこはあのやっぱ劇場で見応えがすごいあるんだろうなって思いました、見てて全然楽しめると思うあの、女性だけで戦ってるんだけど<え>男性顔負けのシーンがいっぱいあるから、うん、本当にもう男性も女性も男女関係なく憧れられる作品だなと思います。女の子一、まあ、人ででもももいいですしお友達とも言ってもらい なんかデートで行っても楽しめそうですよね。もう何回でも見れる雪絶対これ D. V. D. 買うも。ん絶対か、絶対か、何回も見たい。何回も見たい、もう見たい。もう一回また見たい。ええ、どのあたりだろう、あの、こう、なんだろう、こう。アクションで、こう、戦ってるシーンがあるんですけど、言っていいのか、あんまわからないけど、急に。 ローラーーラスケート履くじゃないですか<あ>ハーレーが履きますで、まあ、戦っている仲間も、うん、いやいやいやあいついつのタイミングで履いたのって突っ込んでたんですけどユキ <laughs> もいやいやいつ履いたのって本当に思ったからもう一回見直すときはそうだな、なんだろうなでもやっぱあのハーレークイーンばっかり私は目で追っちゃってたのであの周りの人たちもちゃんと観察しなきゃなって今思いました。うん しかも時系列がねちょっと工夫されるかにも敵のやられっぷりが本当になんか面白いんですよね、窓を開けてすごい変な人いたりとかするので本当そこがすごい笑いどころなのでみんな一人一人ハーレーに対しての恨みがポンポンポンって出てくるんですけどそれが全部くだらなくて面白いですよね。確かに <laughs> ご自身の目線でのワルカワ・ハーレークイーンの共感ポイントを事前にフリップに書いていただきましたせーのじゃんじゃんじゃじゃあゆきぽよさん言っていただいていいですか、はい、あのセクシーキュートって書いてるんですけどもうそのまんまでセクシーだけどすごくかわいいっていう面がいっぱいありますしあのジョーカーと 別れた後だかからこそのセクシーさとか、うんうん、ジョーカーと別れた後だからこそのキュートな面とかがあるから、うん、本当にこの作品でしか見れないセクシーでキュートなハーレイが見れるなって思ってユキ、うん、もこうなりたいなと思いましたいつか大恋愛して、うん、もうあの大失恋したあとも、うん、セクシーさとキュートさを忘れずには素敵、はい、したいなと思いました。はいうん、乙女なハーレー あの結構破天荒なイメージがやっぱ強いと思うんですけどあの結構、ジョーカーのこと引きずってるんじゃないって思うところがたくさんあって、うん、そこがすごい乙女だなと思うしあと、やっぱハイエナとの絡みがすごくセクシーだ、はい、<laughs> しょう、ね、あこんな赤ちゃんをあやす感じになるんだみたいななんかすごく可愛らしいんですよねそこが。なのでちょっとあのギャップでもだえてほしいなって思いますね。はい はい、もう本当に女性としても憧れられるし男性が見てもすごいかわいいなって思って本当にあの癒されるし気分が向上もするし明日から頑張ろうって思えるような本当にポジティブになれるし元気になれるような作品なのでぜひ見てほしいです。ありがとううございました。そうですね、本当にに爽快な気分にあのなれる。 アクションだったりあとはやっぱりハーレイクイーンがどれだけ暴走してくれるんだろうっていうあのワクワク感もあるのであのぜひ見てほしいなと楽しみにしていただきたいなと思いますよろししくお願いします。